昨年に引き続き今年もやっていくぜ、グラニフ福袋動画2021。本番いきます。はい、というわけでよーおうおう、これさギューって切られてるみたいな感じなんですけども、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、本当はですね1月1日に公開する予定だったのですが、グラニフのですねサイトを見ましてですね、1月1日から通販が開始されるということで、早めにこの動画を出すことにしました。今回紹介するのはデザイン T シャツストアグラニフ、というわけでラットネズミ、こちらです。デザイン T シャツストアグラニフ、80点、うん、60点、70点、60点、60点、70点、こういう明日ではまた次の動画で。監督またも買ってしまいました。約1年ぶりですね、通販で予約したものが、届きました。はい、やっぱりですねグラニフと言ったら、ま、遊び心がある T シャツ、2021年版も楽しみにしております。今回は M サイズを購入しました。はい、でちなみにですね、今こちらの服、はい、こちらの服、はい、こちらの服なんですけども、ラット、ね、2020年の福袋で購入したものがですね、こちら。はい。はい、で、今回の福袋なんですが、前回同様ですね、T シャツが5枚、長袖が1枚、秋冬商品が1枚、合計7着入っております。どんな服が来るんでしょうか。はい、昨年もですね、こちら買ったんですけども、監督ラボの動画でもですね、ちょいちょいこのグラニフの服を着て撮影もしておりました。今回のこのグラニフの動画なんですけども、普通にですね、これ出ましたって言ってね、見せて終わるだけだったらつまんないので、今回も職場に着ていけるのかというところでつけていきたいと思います。はい、というわけで、早速福袋を開封していきたいと思います。で、このグラニフさんの福袋ね、前回も確かにオシャレだったけど、今回さらにオシャレだね。捨てるのもったいないんだよ。この生地とか、なんなのこれ、布？ちなみにですね、通販で買ったんですけども、これがですね、直接このままで届きました。いや、かっこいいな。よし、開けていこう。お、これ、糊付けだ。ここ、こうビリビリって開けれますね。はい、前回同様ですね、袋にひとまとめとして、入っております。一旦この袋に戻しますね。はい、というわけでですね、今回はですね、どういう感じになるのか、一眼レフとスマートフォンの2台カメラ体制でやっていきたいと思います。では早速1着目いきたいと思います。まず1着目、こちら。もうこの時点ですね、2750円ですね。もう半分以上元が取れました。はい、これはタコかな？タコの上に、エビが魚を釣っている、なかなかカオスな T シャツですね。では早速着ていきたいと思います。はい、というわけでですね、エビが釣り竿を垂らして魚を釣っている、エビは陸地だと思ってたのは実はタコだったみたいな、こういうストーリーですかね。というわけでこんな感じの服装になります。これ職場に着ていけるかと、ちょっと無理だな。でも個人的に好きなんで、この YouTube の撮影とかで使っていきたいと思います。では次行きましょう。次、こちら。ちなみにこちらもですね、2750円なんで、はい、もうすでにこれで元が取れました。この後ろのね、この背中に、このなんか丸、これなんだよ、なんかの魔法陣ですか。では早速着ていきたいと思います。はい、こんな感じの服になります。やべえ、なんか怪しいな、なんかもう魔法を出してみたいな感じですね。これはいけるね、グッドです。なんかはさ、このさ、この的なんかダーツ、はい、ポーンみたいな感じで。はい、では次行きたいと思います。はい、次、こっち。お、なんだこれは、なんか色が2パターン？こちらでーす。こういう感じのやつは買ったことないですね。はい、というわけで、おうおう、これさ、ギューって切られてるみたいな感じなんですけども。どうでしょうか？服でしょうか？はい。これは職場に着ていけるよね。いや、ちょっとでもきついかな。これちょっと難しいかな。ギリギリいける。この、濃いの。はい、次、こちら。どんぐりですね。真っ赤です。これはですね、これはもう闘牛のあの布にいいですね。おい、こいこいこい。はいみたいな。どんぐり、どんぐり。これ何これ。後ろになんだこれは。これなんだろう。はい、めっちゃ真っ赤。めっちゃ真っ赤。血染め T シャツです。どんぐり T シャツです。これはダメですね。じゃあ次行きましょう。はい、次こちら。あ、ちょっとこれ、一番
好きかもしんない。あ、いいね。この色使いいいね。ここにはイラストが描かれております。これはいいんじゃない？ちょっと着てみましょう。はい。はい。うん。いい感じじゃないでしょうか。これちょっと今までで一番気に入ってますね。半袖の T シャツですね。色使いもいいですね。グリーンと白で。うん。で、これ氷で。これが海かな？職場で着ていけるでしょう。OK です。次、行きたいと思います。はい。また同じく白なんですが、こちらはなんだ？長袖ですね。レモネードスタンド。レモネードスタンド。後ろには、こちら。こういったデザインがあります。はい。これはいいんじゃないでしょうか。はい。はい、これは職場で着ていきます。長袖いいですね。まあこれに何か羽織ればですね、今の季節でも日常使いもできるかと思います。こちらがですね、この7枚のうちの1枚だけ入っている長袖のロング T シャツとなります。はい、次ラストいきたいと思います。秋冬用こちらクジラ。お、これだけ高いぞ。こちらだけ、4378円です。もうこれだけでね、税込み入れたらもうほぼ5000円近いんで、秋冬用の長袖のいいねクジラですね。 Be a good one。で、後ろにですね、こういったイラストが描かれております。はい。うん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 。悪くないです。はい。こちらもですね、職場に全然来ていきます。というわけで、すべて開け終わりました。はい、というわけでですね、いかがだったでしょうか。今回購入したものはですね、こちら M サイズの5000円のものとなっております。まあ、送料で約5500円ぐらいですね。興味がありましたらですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。1月1日のですね、0時から通販オンラインショップでこちら販売されるそうなので、ぜひご覧ください。この動画を最後まで見てくれた方の中で、まだチャンネル登録をしないよって方はですね、ぜひポチッと登録していただければなと思います。あと、よければグッドボタンお願いします。年末年始に関してはですね、福袋動画をメインとして動画を投稿しておりますので、もし興味がありましたらですね、他の動画も見てください。ではまた次の動画で会いましょう。